はい、お待たせしました。ただいま入り12月15日に中野 TRF ガローマークオブザルース交流戦始まーす。はい、ありがとうございます。本日の大会形式、初中級チーム対上級チームの紅白戦になります。はい、両チームとも2ライフでいきますね。はい、上級者がちなみに7名、初中級者が14名の参加になってます。ルールの方はですね、上級側は必ず、エントリー表に書いたキャラクタープラス本キャラで、はい、2ライフ使っていただきます。初中級の方はキャラ替えしていただいても結構ですので、はリンク応援にお願いします。チームリーダーは、初中級チームがベインさんで、上級チームがツボさんになりますので、じゃあチームオーダーを最初に、じゃあベインさんからいいですか。はい、はい、それでは初中級チーム名前をお呼びします。ミスター B さんのマルコ、それではまず自分リーダーのベインのテリーと、チャーシューさんのジェニー、アジオさんのケビン、森さんのグラント、まあ、今日も強いられているんだこと、まあ、ダイガンさんですか、これ。ダイガンさん、フリーマン、リベチさんのジェニー、エジさんのドンファンと、坂本さんのガトー、ドラさんとオルルのガトーで、セクシーさん、ナルさん、和風マークさんのグラントと、もちづきさんの会になります。今回よろしくお願いします。はい、じゃあ次、上級チーム、坪さんお願いします。はい、上級者チーム、音速丸健闘、坪プラス、タダ君が女の子だったら、ニュー、ゴンズ、タナ、アットマーク、仕事始めました、タロッチさんの7名でやっていきたいと思います。で、実はここでちょっと謝罪することがありまして、昨日着地ゼロフレーム関連の話をした時に、間違った知識をドヤ顔で語って本当すいませんでした。上級者だらしなんじゃないですか。というわけで僕は初級者チームに入ります。どうぞ。僕は初級者がやり直しますんで、チームリーダー健闘君でお願いします。まあというのはまあなしでね。はい、最初行きたいやついない。じゃあ俺行く。じゃあ、はい、じゃあ上級チーム先方坪さんが出るということで、初中級チームはワンピツビどちらがいいですか。ツビ側。はい、じゃあ先方誰が出るか決めちゃってください。チームリーダーに全て権限がありますので。セクシーさんお願いします。ツーピー側で。はい、さあ来ました。本日坪さんはキャラクター北斗丸です。はい、あ、そうだ、忘れないうちに、あれ、私が、MOW の講座なんで関係あると思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。スボプラスさんのスーピーガーセクシーさんのグランド、あ、北斗丸側 TP 先頭配置、グラント側は真ん中の位置、おっとめくりっぽいジャンピーから BB コンビネーション、あれがジャンプ攻撃が表になっても地上攻撃がめくりになってる可能性があります。はい、うまく空破弾、声が飛び飛び、まあ、しょうがないですね、無線なんで。はい、クワダン空振りにコパンコパン、ここはゲージを使わずメッシュをジャンプにかぶせて、あ、ここは体力リードがある北斗村が落ち着いて、しっかり名称をジャストで取って下りジャンプ攻撃があって、1ラウンド目スボさんの北斗丸、この組み合わせ知らないと辛いが、知っていればこのようにラッシュ力ですね、これで押してグラントを一気に倒すことができる組み合わせ、5番5番からしっかり円月輪よくできている、体力リード十分、 AB キンディジャンプ AB から着地キンディフェイントキャンセル、これ全てホットマルガースね、有利フレーム取ってるので動けません。まあ、空中出拳にして着地攻め、アテンダーで返していく、アジャクの5段階、当然 AB ですね、これで半額しっかり取って割れて、クーハからフォア2ゲージ倒しきる。まずは勝利したのは上級チーム、おめでとうございます。じゃあ坪さんは 1回目ですね、なんであと2人倒せます。はい、頑張って倒してください。今日は遠慮いらないんで、はい、ガチでやってください。あ、オルルさんクーピーガーでお願いします。はい、
はい、上級側が3連勝制限で初中級側2連勝制限、まあ初中級がさすがに2勝つっていうのはないかなと思うんですけど、はい、あ続いて 2P 側に出てきたのはオルルさんのガト、まずは空対空ジャンプへ金に取っていく、まあ、ガトの近距離 D は発生が3フレームと早く2段技、なかなかこの技にリスクを負わせることは難しいですね、うまく逃げジャンプへ取っていく、まあ、ガトのジャンプへですね横方向に判定が強いのでしかも出が早いと、このように空対空に使えます。北斗は攻めの危険となるが大体小ジャンプですね、これの軌道に噛み合いやすいので、はい、これが非常に強いと、金 D を落としてサイド近距離 D かぶせていく、重なって投げ金 D 金 D、 しかしここは上段先で割り込んでいく北斗の立ち D ですね、これも攻撃判定が高い位置にあるので上段先に潰されてしまいますと、これミスに対してしっかり投げを入れて、しかしこの体力差、残り時間 AB めくって投げてまだわからない 5秒ある、投げてさあワンチャンの体力めくりっぽい、おっとこれは残り一発圏内まで追い込んだが逆転できず、1ラウンド目取るのがオルルさんのガト、あこれはかなり、おっと開幕ゼロ牙通していく、投げ外して空対空、画面端から逃がさない、これ体力半分奪われてサイド、おっとこれは北斗の側が追い込んでいく、ジャンプに A 空中ジャスト、あのように空中ジャスト仕込めると安全性が高いですね、もし食らってしまってもジャンプ攻撃1回で済むと、あ投げ抜け素晴らしい精度、浮かして投げてキンディ暴れていた、これは出るが徹底されると辛い、まーいキンディから空波、しかし攻めがなかなか続かない、ガーキャンが怖い、 AB しっかり AB から潜在使って体力5分、学生に強襲力圏噛み合う、これジャスト取ろうとするとよくあるんです、4秒2秒、最後のシャラミー勝利したのがオルルさん、おめでとうございます。坪さんがワンライフ、はい、じゃあ次は誰出しましょうか、誰でもいい、じゃあキャラはそうですね、キャラ的に結構厳しいですね、タルキさんお願いしていいですか、ぜひ、はい、つらいあります、はい、手加減とか一切不要なんで普通にやってください、はい、さあ続いて上級チーム出てきたのがタロキスさんのグランド、まあ、TOP は真ん中の配置、これはガトを意識してですね、まあ、当て身技は宝山サイキがしっかり合っていく、ジャンプシージャンプシージャンプシーかぶっていく、グランド戦とにかくこのガトのジャンプシーが機能しやすい、これが当たりやすい、しかししっかり演劇に熱唱で削って、さあこれは確定ではありません、メッシュ後にゼロキバですね、確定させるのはかなり難しいです、もう頭の上ぐらいでもうメッシュをガードしないと着地硬直ですね、これにゼロキバ確定しません、ゲージを使って確実に倒しにいっていく、さあこれは結構難しい判断でしたね、ゲージを吐くか吐かないか、ガトー側もガーキャンのコンボですね、やってる間に一撃溜まって下手したら倒される危険性ですね、これもありますので、一撃倒しにいった、ジャグの5段が当たってエンリーからキャン強調陣、遠距離ですね若干前に移動するのであの前進しながら強調打てると、嬉しいしゃがみへしっかり牽制してジャンプシーン乗っかるようにやってバックスに噛み合う、ダッシュしてから金 D ゼロキバー、このゲームですねバックスで発生した瞬間から無敵になるので安全性の高い防御行動になるんですが、あのように読まれてジャッシーに D ですね、これをやられると硬直に噛み合ってしまうと、舞台区取ってさあガトーバワー、あとは守るだけか、しかしグラントゲージもある、禁止しゃがみへ最後は立ち D、さあこれは辛い状況、1-1ファイナルラウンドはグラント側がゲージのスタート、
5番5番強調して、まあ、よく見ている。しかし暴発、様子を見て変身、これが動こうとしたらよく当たる。極限に暴発にフレルジャンディからゼロキバー、しかし TOP はまだ残る。今日の防弾街名刺を使っていく。さあこれはめくり、しかしこれはゲージがない、出してしまった。さあこれは最後はガーキャン勝利したのがオルルさん、おめでとうございます。じゃあオルルさんも2なんでこれで終了で、はい。いきなりやられてしまいました。これはちょっと厳しいか。では次誰出しましょうか。上級チームは、じゃあ初中級チームの方から先に行っていただいていいですか。チャーシューさん、チャーシューさん、あ、ではすいませんがよろしくお願いします。はい、じゃあケビン行きますか。はい、お願いします。あ、これ読みたくないんで読まないですけどね。はい、佐藤さんです。はい、はい、1P 側が佐藤さんのケビン、 2P 側がチャーシューさんのジェニー。あ、 TOP はお互い対照的な最後と先頭。ケビンというキャラですね。これは TOP 最後配置結構機能します。逃げ溜めて最後 TOP 入ったらドカンと一気に6割7割持っていって逆転すると、そういったゲームメーカーできます。ジェニーは先行に切り、 TOP 先頭、ハリア出してしまう。しかしサイドハリアガルゴを決めてしゃがみでダウン奪う。さあメニメニが出てしまう。決しフェイントを見せてトラップが当たって5番5番刻んで、これは1ゲージしっかり決めていく。さあ続いて2ラウンド目、アケミンはしっかり1ゲージ節約したのでもうすでにゲージが溜まっている。もう2ゲージできそうだ。ケミがもう対して1ゲージ、この戦闘 TOP 大事にしたい。しかしトランプブレーキングしないと掴み判定しっかりやります。打撃なんですがジャストできないと食らってしまいます。さあここは5番5番からトラップ、今日のガトリング、おっと潜在ガトリングミスって、しかし焦らずに行きたい。耐えるクリードはケビンが、これおっと超ヒマクリーパーからの派生当たらず、最後しゃがみ、ちょっとミスが目立ちましたがとりあえず勝利と。今日のエントリーネームはタナ君が女の子だったら読みましたよ、エントリーネームが悪いとなるほど、はい、新しい言い訳ですねそれさ、そろそろ変わっていきたいです。はい、すいません。はい、さっさと出して、俺今も機嫌悪いから早く終わらせたい。はいはいはい、早く。はい、私は来週から初週級としてまたやり直します。はい、さあ若葉マークさんのグラントですね。はい、もうケビンの勝ちでしょね、佐藤さん。コパン繋がってませんけど、コパン繋がってませんけど、お兄さん、お兄さんはい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 、うん、まあ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 、せやな。はいはい、もういいよもういいよ、体裁など気にしなくていい。勝て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 ばいいよ、うん、何やってもいいよ、勝てばいいよ。え？なんで？
まあまあいいよ、ラウンド取れば。うん、オッケーオッケー。まあね、連勝できなかったボールが何言っても無駄ですよ。はい、トラプローター。まあ、グラウンド硬いんですけど、このコパンからのこのコンボ減りますんで、コパンコパン、エンゲスインが出ない。はい、さあなぜかエンディが出る。ガトリングは全然出てません。なんか、はい、出しております。打ち上げてください。はい、中断当たんない。出ないっていうか、そもそもブレーキングできて、おいしっかり確定ドン。はい、2連勝。はい、お仕事しましたね、ちゃんと。んじゃ、行く？いや、あ、じゃあトイレ行ってこいよ。じゃあゴンさん、うん、はい、上級者側ゴンズさん、初中級側バリカダさん。さあゴンちゃんチーム、対するはバリカタマルコ。おそらくメインキャラよりこのサブキャラの場所、あダメ今褒めようと思ったらこれだよ。さあ意味深な小ジャンプから、さあちょっと遠いの方が浮かない、壊しこすってスカッシュから投げて動かしてから飛燕山、壊し壊し。1ラン取っていくのはゴンちゃんジェイフン。3段全部ジャストした、ゲージを吐かない、もったいないし、吐くならここだよね。まあまあ狙ってるの分かった、よしよし。今 TOP 確認しようとして失敗しちゃったね。若気の至りですな。さあ割り方さん、なぜか知らないけど直接ここ行けばいいのに立ちで振ってる。ジャンリー、さあ、あーやっちゃった。いや、まだまだ座ってて、まだ座っててとりあえず一勝。エジリー、エジリー、さあ初中級のエジーさんの、さあ何で来るか。え、まあ、ありだよ。ただしエントリーしたキャラは絶対使ってもらう。はい、ここで出てくるエジー君のグラントと見せかけてドンファン。さあゴンちゃんジェイフン、どうやってこれを処理するのか、それとも処理されちゃうのか。多分される。さあお互いちょっと空中戦かな、足払い。さあクソめくりからしっかり振るゴン、ハイヤングネジャギ、スーパージャンプ中なのでジャストが取れないのにヒエンザーの落としていく。さすがゴンちゃん。さあしっかりキンディ流星、キンディじゃキンシーかな、あれ。さあ空投げ落として相手の TOP を切った。まもなくドンファン側がゲージが2本できる。さっさと勝負を決めたいゴンちゃん。投げて足払い、動いたところに刺さる、飛燕山から砲撃、潜在ではなく。
さあ、バックステを勝っていく、壊し壊し壊し、しっかり砲撃。頑張るね、本気出してくれよ。ファイナルラウンドファイト。ハンデ、入ってます。じゃあとりあえずゴンさんもう一回座ってて、ルールを全く把握してなかったので、上級者側一生損してるね、これね。ほんと初中級の俺と大違いですね、皆さん。上級者強い。さあ出てくるのは望月カイン。さあ開幕ランズメイキングしましたよ。しっかりガーキャンリスラグ、素晴らしい。明らかにテリーより動きが良い。褒めるところでも当たっちゃう、漏れた。そろそろ落としですか、これは。ランスカウンターならブレーキングできず、さあなぜかジャンディーから飛燕山を打っていく。さあクラッと持ち抜く、思わず減りすぎじゃね。はい、減ります。ティオフィッシュなんでね。一段取っていく、ゴンズさんのジェイフン。さあ画面端押し付けていく、相手がランツ出せないのをいいことにガン攻めしていく。さあ逆に小足から砲撃。ランツだから体力差が厳しい。シャッカーを漏れて、さあしっかりガーキャンリスラク壊し。ゴンズさん3連勝。負けたモッチーオーラガードしちゃうと。まあゲーム違うんでね。頑張るね、本気出してくれよ。はい、田崎さん早くも2ライフ目。さあはい、とりあえず誰が出て、お前剣道放棄されてるから、お前出る。ああそういうこと。じゃあ乳酸、乳酸、乳酸お願いします。ワンピー側は乳酸、ツーピー側はドラ。ニューグラント、あー強キャラ使ってるからには勝ってほしいね。上級者だからね、俺と違って。さあドラはガート。さあ突進、突進、なぜか立ち絵振りまくる。でも何やっていいか分かんない。とりあえず飛ぶけどコパコパしかない。中段突進、いやこれひでえな。さあコンボ失敗するが TOP 切られちゃう。え？あ、まあまあまあ勝てばいいっすよ。え？さあしっかりジャンシーコパン、ゼロ牙を通してダメージ追いついてきた。さあ効果が当たって追い越すけどジャンディが当たる。あ、壊しかしっかり補正切りゼロ牙は一生してね、マジで一生してね、ほんと。マジで。さあジャンビーめくりからコパコパ円月輪、一気にこの体力持っていってしまう。ジャンディー
ジャンリー、このジャンプ D が強い。ジャンリー、さあ遠心、多分グラント、あとはやりたいことやったら勝てるでしょ。そういう時に殺しきらんと。ジャン B、 しかもめくりっぽいね。はい、1ラウンド取り返して最終ラウンド。さあ美味しく、え、さあゼロキも食らって TOP 削られる。さあジャンリー、わー今、しっかり潜在演説量使っていく。これ先行入力実況ね。たつき場が出ちゃった。次初中級がベインさん、福井県対決。さあいきなり出てくるメインキャラのテリー。さあしっかりジャンディ足払い、一気に体力ごっそり減ってしまった。さあ遠心相打ち、あ遠心、さあまとまったコンボやっていないのにこの火力、これがグラント。さあダッシュでくぐるが、さあダンクからバスタルフ、この体力差どう縮めるか。グラントはもう油断しちゃいけない、足払いさして、うわー出たさあチャージ1段止まっちまう、トリガイクブッパゲイズさあ端に押し付けたいが、そうはさせてくれないのはグラントさん。円月輪、え、さあ強調メッシュを振り向いてないので、ウェイブが逆に飛んでっちゃった。はい、足払い、しっかり足払いさせてゲイザー、これは確定、そうです確定です。だが体力が微妙、エンディー最後フェイント出しまくる。とりあえず2連勝、いやほんと上級者って強いですね、憧れます。煽りじゃないっす、煽るんだったらもっと盛大に煽ってます、大丈夫っす。まあね、みんな木曜日だからノリノリプレイしてるんすよっていうことを一応言っとこう、うん、なんだよ